皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。アジアアロワナの今日はお話をしたいと思うんですけども、金と赤、まあ代表的なアジアアロワナの中で、まあ比較的人気がある、まあここが2大柱だと思うんですね。ゴールデンタイプ、それからレッド、まあ、ゴールデンはゴールデンでちょっと青みがかかった、この子はまあちょっと青みがかかってますけども、まあ、ブルータイプのゴールデンとか本当に金金金とか背中まで真っ金金とかいろいろあのグレードはあると思いますけども、まあ、私も今までいろいろアジアアロワナ飼育してまいりましたけども、まあ、どっちが好きかっていうか、まあ、どう違うのかっていうところで、まあ、例えば大きな水槽を導入してこれからアロワナ飼いたいとか、まあ、いろいろ考えてらっしゃる方とかにですね、まあ、いろんなお話をさせていただければと思います。今日は赤対金ということですね。で、私は個人的には赤が好きなんですね。赤のレッドのアロワナ、しかもなるべくこう大きくなる子が好きですね。でこれはもう好みなので、まあ、色が何色が好きっていうのと同じかもしれないんですけども、もう一つね、なんかちょっといろんなこの飼育してて感じることとか、まあ、いろいろちょっとあのうちの個体の話なのかもしれないし一般論なのかもしれないんですけども、まあ、今までいろいろ飼ってきた中でやっぱりゴールデンのアロワナっていうのはちょっとその難しいというか気難しい感じがあります。特に餌食いとかですね、なんかこう巨食とか、それから餌の好み、虫が大好きで、あんまりその何て言うんでしょうかね、虫以外の餌を、まあ例えば人工餌をバクバク食べてくれるとかっていうのが、あの金の場合は少ない気がしてて、で赤いアロワナはやっぱり大きくなるっていうのが一つありますし、それから餌食いもやっぱり基本的には金よりはデリケートじゃないのかなという感じがしています。ですので、まあ、まず大きな水槽があって大きくさせたいという方は、まあ、色の好みはあるにしても赤いアロワナはいいと思うんですね。で最大赤いアロワナになると70センチぐらいを20年ぐらいかけてですね成長していくというところですね。で本当に大きくなる血統だと80センチを目指せるみたいなんですけど、それにはまあ3メートル水槽とか奥行き120センチ以上とかそのぐらい必要なんじゃないかなと思うんですよね。で一方ゴールデンのアロワナはあんまり大きくならないんですよね。ごめんなさい、ちょっと手ぶれしてますけど、あんまり大きくならないんですよね。でなぜ大きくならないのかっていうところなんですけど、もともとゴールデンのアロワナっていうのはあのそんなに70センチとかなるような魚じゃないですね。同じアジアアロワナなのに不思議なんですけど産地がちょっと違うんだと思うんですよね。それであの、まあ、大体50センチぐらいじゃないですかね、目指すところはね。あのなのでちょっと小さい水槽というかね、奥行きが50センチより大きい60センチとかの、まあ、1800×60 とか、まあ、1500だとちょっとかわいそうな気がしますけども、それでも1500の水槽でも飼育できると思います。人によっては1200でも飼えるって言ってますけども、まあアロワナですからね、やっぱり、まあ、まず奥行きの確保とそれから幅もあった方がいいですよね。やっぱりこうやってゆったりと広く泳ぎますので、まあそのせっかくの魚をね、あのよく見せていくと、それから水も汚れるので水量が多い方がやっぱいいのかなというところで言えば、やっぱ1500以上は欲しいとこですけども、それでもレッドのアロワナよりはあの大きなスペースを必要としないので、まあ例えばマンションだったりとかアパートだったりとかでちょっとあの水槽を置きたいなという方にはおすすめなのがこのゴールデンのアロワナです。で、まあ、金ピカなので金ピカ度合いによって値段も変わってくるんだと思います。それからあとあの大きな水槽でこの金色のアロワナをたくさん混泳させるっていうのは結構楽しいかもしれないですね。まあ、あの1匹で飼ってるとどうしてもあの好き嫌いとかね、餌の好き嫌いが出てしまって、なんかこう虫しか食べない個体とかが結構、この子も結構難しいんですよね。実はあのなんか人工餌をあげるとしぶしぶなんか口にしてペーッとかしたり、危険が、まあ、ちょっとお腹空いてると食べてくれるんですけど、ほとんど食べないですよね。で冷凍のワカサギなんかもそんなには好きではなさそうなんですよ。食べることはちょっとあの最初にお腹空いてる時にあげると食べるんですけど、そんなに好きじゃなくて、やっぱりミルワームとかコオロギとかが大好きですね。でそういう餌なので必然的にまあ
大きさも限られてくるのかな、やっぱりそれもあるのかなと思いますよね。やっぱり食がそんなに太くないので、なので巨大になりづらいのかもしれないですよね。でもゴールデンのアロワナがまあいいっていう方はね、全然あの 色とかね、やっぱりあの赤より金がいいっていう方いっぱいいますしね。それから今その後ろのまあ色がちょっと薄いですけども、ちょっとあのこれが黒っぽい水槽でやるともっと金が際立ってくるのかなというふうに思いますので、まあそういう意味ではいいのかなというふうに思いますね。あとは木の粗さなんですけども、まあ私が感じるのはやっぱりそのレッドの方が気が荒い気がしますね。あのアロワナ同士は多分ダメだと思います。アジアアロワナ同士は特にダメで、あのここにもう一匹例えばゴールデンのアロワナ入れたら多分すごい喧嘩しちゃうと思うんですけど、例えばネオケラとかポリプテルスとか今入ってますけど、あんまりあの問題なく飼えてますので、まあ、他の魚に対して意地悪をするっていうのはあんまりないのかなと。で一方この子レッドの大きな個体でもう20歳ぐらいの個体ですけども、いまだにこんなですね気が荒いんですよね。ですから、まあ、常にね同居してる魚たちは追いやられて端っこの方にいるんですけど、やっぱり個体個体で個性はあるにしても印象としてはレッドのアロワナの方が気が荒いのかなという感じがしますね。で気が荒い分餌食いが良かったりとか攻撃的なので、まあ、パクッとこうなんか例えば水槽に手入れてるとかなんか手をかじられたりするのはレッドの方が多いような気がしますね。なんかゴールデンはどっちかというとやっぱ上品なアロワナなのかなというか、あんまりねそういうことをまあ感じないですね。ですのでまあそういう意味でね、あの好みもありますけど、なんかちょっと暴れ馬みたいなねところがレッドのアロワナにはあって、で私はやっぱり大きいアロワナ、まあ、まあ大きなアロワナを飼いたいなっていうところで言えばやっぱりレッドなのかなというところでね。でレッドも、まあ、ショートのレッドだったりとかいろいろあの豚タイプとかね、いろいろ今鳥タイプとかいろいろ出てますけど、まああとはもう好みなので、まあとにかくサイズが大きいという形で言えばね、あのまあこれなんかスーパーレッドで昔出てきたんですけど、まあいろいろあの見ていただいてね、将来こんな感じのアロワナを飼いたいっていうイメージで幼魚を飼われたら、幼魚のうちはあんまり差がないのでわからないんですけど、それがねやっぱり好みだったりとかね、でやっぱり一回飼育したら長く続きますのでね、お付き合いがね、ですのでまあいろいろ考えてあの検討されたらいいのかなと思いますね。もう飼育している方にはあんまり参考にないならないさあの話ではありますけど、またアクアハウスチャンネルこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。